今日は命の尊さを考え育てていく日にしてください。死亡に至らしめた。今読んだ内容に間違いありませんか？いいえ。お前さ、人の幸せを奪っておいて自分だけ幸せになる。だからね、死んだお子さんの名前ご存知ないですか？でもうちの息子は無罪です。始めた相手が死んだらどうする？僕がやるんだよ。疲れたさ。あなたは何を謝りたいの？